ちゃうって言われてんの。マーキングか愛情表現のどっちかやと思うんだけど、めっちゃ体こすりつけられてんねん。いやいや逃げた方がいい、それ豚すすめの男やそれ。マイクラ 2D 人狼スタート。はぁ、しょうもな。に挟まれてる。ちょっとじゃあ俺後ほど皆さんにおしゃべりしたいことがあるので、さようなら。しょうもな。なになになに、どういうこと？あ、これアニメや。俺の名前は工藤さん、三一。誰だよ。マジで誰だよ。あ、間違えた。数字の方いじれや、じゃあ。工藤真嗣やろ。あ、おわー、おい、されスタートエミルされエミルされ夕焼は君なのさ、へーされ、ちょっと助けてほしい。あの、トントンにマーキングされてます、俺。マジかよ。これ、どうしたの。マーキングか愛情表現のどっちかやと思うんだけど、めっちゃ体こすりつけられてんねん。いやいや、逃げた方がいい、それ豚ずくめの男や、それ。豚、あ、やばい、やばい、シンバのマーキングだあかんかん、ちょっと待って、お前、視界不良やもう。すいません、CO いいっすか。どうぞ。預言者です。ちゃ、なんで預言者です。はい、探偵です。あー、嘘つきおるわ。え、あれ、え、怖っ。これは、東の探偵、西の探偵が。ということは、あ、ほんまか、ちいの。え、ほんまやねんけど。え、誰もだって CO してないやん。いやいや、俺探偵やって。え、大先生か。大先生の。え、あれ、俺なんかテーマソングまで歌ったのに、俺探偵です。いや、確かにあのローは探偵やんな。そんな、そうやんな。そういう、いや、でも俺チーノ何もなかったな。いや、絶対用意してたやろ、あれ完全に。いやいや、ちょっと探偵ですよ。じゃあチーノは証明できる、今からちょっと。俺、工藤さん一です。お前、名前何やねん。え、ちょ、工藤さん一やったら、じゃあ、宇津先生、東の探偵ね。え、そうやね。工藤さん一の時点でパチモンやから偽物やろ。いや、じゃあ、新一。チーノ、ハットリ、ハットリ、ハットリ、ハントリ、クノーや。どういうこと？何それ。あ、ハットリ、これは怪しいな。ハットリ、ハントリ、クノーや。どういうこと？何それ。あ、ハットリ、これは怪しいな。あれ、ちょっと待って、ハットリ、もう手出した説あるくらい。ハットリ、絶命した。それとも、あの、ハットリやられたな、これ。クノー、あれ、いや、俺ハットリがやったやろ。あ、それハットリがやったんか。なんでや、工藤、なんでや。お前が殺したんやろ。まあでも、まあでも、余裕考えたチーノ、まあまあでも、チーノからすると太鼓やからな。まあ殺すわな。いやいやいや、探偵使う前に殺すなや。いや、もうバッタリ会ってしまったんで、もう絶対撃たれる前にちょっと撃たないと。まあやるしかない。まあまあ、それは仕方ないよ。じゃあ、じゃあ、まあでも結局あの、ハッタリくんだっけ。ハッタリくんやね。ハッタリくんが、あの、真偽は分かんねえから、結局信用ならねえってこと。まあ、そうそう、ハッタリくん怪しい。予言者がいらっしゃるみたいなんでね。そうやね。はい、ロボだっけ、ロボだよな。じゃあ、とりあえず、まあ、チーノさんは見かけたら殺してくださいっていうのと、誰を直っかな。ひえー、わかりました。じゃあ、ハッタリくんはやればいいんすね。はい、もう探偵いらないです。あの、ここを仕切るのは僕です。あ、わかりました。はい、あの、あとはもう、めぐみ警部にも任せ。あ、エイミル来た。エイミル殺します。ちょっと待って、ごめん、情報が、情報が早い。え、予言者ロボラ、CO、あの、CO じゃねえわ、あの、やらないですか。あ、やります、やります。やらないですか。あ、やります、うん。じゃあ、エミさんが出歩いてたから、エミさんにしとっか。いや、無駄打ちで、無駄打ちで。無駄打ちや、どう、この焦り具合。これ、本当のこと言ってる、ショッピング。いや、無駄打ちやって、ほんまに、ほんまに無駄打ちやって。これ、嘘か。じゃあ、占ってみよう。エイミールはチーノじゃなかった。ほら、見ろ。おい、もしかして、でもおかげで、ほら、あの、対抗予言もいないことで白角生まれた。これで、割れたんちゃう。白角エイミールさんやん。あ、チーノが狙ってきてない。チーノが狙ってきてない。やってない、やってない、やってない、ラブやってない。いや、狙ってない、やってない、狙ってない。違うやん。人を、はい、はっかやって見てただけやん。はい、ハッタリ君強靭です。はい、ハッタリ君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 、ハッタリ
ハッタリくん、ハッタリくん、ハッタリあれあ、ハッタリ、あ、誰か水の人に通れへん、ここくそ、ハッタリくん多分な、停電使ったなあ、俺です。なるほど、お前かい。めっちゃややこしかったわいや、ナイスアシスト、ありがてー。お前先は黒け、ありがてー。おい、ハッタリ出てこい、ハッタリやったハッタリ殺した。で、俺を狙ってきたから殺した。あ、じゃあ、エミさん、白を隠しろとすると、もう俺、ショッピズムトントンやな。お前、その辺でやり合うか。うん、そこ、そこやな。で、まあ、俺を狙ってきたら即刻殺す。で、まあ、この4人だと、多分、2、2でしょ。よーし、お前ら殺し合え、エミさん以外。え、あ、俺、壁が、壁を伝う。まあ、来たやつ全員やっていいです。はい、すいません、このゲーム。オッケー、じゃあエミさんやり合おうぜ、俺と一緒に。なんでやるやな、なんでやるエイミールと やろうぜはおかしいやろと考えても。あ、ショッピ、いや、でもゾウさん普段からそういうとこあるから。あ、ショッピね。え、やり合おうって話しなかったっけ、違ったっけ。お前、白角を狙ってはいいよ。エミさん白やった、ごめん、忘れとった。いかんやろ、ちょっと待って。え、やり合おうって話しなかったっけ、違ったっけ。お前、白角を狙ってはいいよ。おい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 お前はダメだ。エミさんを狙ってもよくないやろ。完全に忘れとった。ゾムさんのエミさんやろうぜに脳バグらされた今。これはもうあれだろ。これは殺すべき。違うや。慈悲はない。マジで脳がバグってたんや今。俺は直前に言ったからお前の言動はもう信用しないぜ。すいません、アメジストの方に飛んできました。誰か助けてください。ありがとうございました。ちょっと待って、でもまあ仮にショッピがそうやとした場合、もう一人どっちや。わかりません。わかりません。どっちやってどういうことですか。候補3人いるはずなんですけど。ゾム、コネシマですよね。トントンね。今なんかしれっとなんか二択にされましたけど。誰やみたいな感じだったから。まあ、まあ俺の目の前に来たやつ、あの誰から構わず撃つんで気をつけてください。まあまあ、ロボロの目の前に来るようなヤブいやつはもうせやろな、もうセーバーよ、うん、セーバー。ゾムさんの声聞こえないけど死んださだよこれ。ええ、うん、いや、あれガチ何もしなくない。あ、ほんまに音せえへんな。ゾムさん潜伏かこれ。俺あのさ、あ、なんか出歩いてたら無理ちゃう。まあ、確かに。おお、これコネシも報告したあたりちょっと白目やな。トンショピか。あ、なんか狙われた。誰かに。誰や。トンショピやな。違いますけど。いや、違う。いや、でもロボロさん、ロボロさん、さすがにショッピがもう怪しいっすよ。いや、ショッピは黒だよ。うん。ショッピ君ね、いましたわ。なんやと。まあ、ショッピ君がもし本当にしろって言うならトントン殺してじゃん。あ、もう全然いいっすよ。ほんま？トントンさんが黒な理由はいまいちわからんけど、白角がそう言うならば。まあ、でも白角の言うことは聞くわな、普通に。うん、それグレランやからね、言うて。当たり前だよな、白角の聞けねえこと、聞けねえって何や、言うこと聞けねえやつおりえって話だよ。いや、でもゾンさん、いつの間にやられたんや。うわぁ、よし、殺した。おい、ショッピーさっきから俺のこと撃ってたな、お前。おーし、いいぞ、ショッピーを撃て、ショッピーを撃て、ショッピーを撃て。一緒やつ、終わんのか。あ、でも、あ、いた、ピンブロックの。あ、どっか行ったな。いや、やばい、2D やから一方的や、これ。くぅ。いや、てか、やっぱ広いし、強いな、この武器。おい、ここ狭いぞ。マップ制作者どうなってんねん、これ。ここ狭すぎる。ここで指で打ち合いするのはおかしすぎやろ。でもショッピや、これ間違いない。多分トントンは黒やった気がすんねん。あれ、いや、そうなんすか。トントンやった。おえ、俺は予言者だからな、迷いなく相手を撃てるんだぜ。ちなみに俺は自分が置いた飛来心で出れなくなったぜ。何してんだってばよ。何してんだってばよ。くっさ、アメジストに逃げたか、あれ。どうなんや。あ、お、なんか当たった、なんか当たった。ショッピの当てもなんかじゃないけど壊れた。あー、あぶね。いや、誰が残ってるんや、これは。わからん。はっ、この感じ、さてはロボロやられたな。さあ、ショッピー来るがいい。いや、マジでここに突入する。さあ、ショッピー来るがいい。
だってこれどうなってんの。いや行ったら死ぬやん。あいやもういやもう行けへんやん俺そこ。ベストプレス見つけたな。ゴールドに到底ぶつかったろ。ちょっとまずかったか。いやでも待ってくれ、これ俺も出れへんねん、うん、え、食らった。テレンテテ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 発動した？トーテム。よーし、耐えた。平井新助教。何？やるな。くそー、ここ怖えの怖え。え、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。平井新はなくなったけど、ここ通るの怖いのは変わらへんからな。めっちゃ撃っとったしな、さっき。ちょっと待ってよ。どこに潜んでるんや。この位置強すぎるやろ。どこにおるんや。あれ、え、おいしょ、ことさあさあさあ、このあーやばい。あ、でもいいよいいよ。いや、これはちょっとショック過ぎちゃうか、お前。これはこれで多分ね、中に入りはせんと思うで。これ、あ、待って、えぇー、あー、だめ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 。いや、よくぞやった、よくぞやってくれたぞ。いやー GG、 GG だわ。いや確かに裏買ったけど、なんかちょっと人としてどうかと思って。はぁ、ツーディー人狼ですよ、ツーディー人狼。いやでもまたここ 3D やからな。いや、ここ 3D やからな。3D で戦っちゃダメですよ。ここ 3D やねえ、別にこれ設計者が悪い。ああ、そうそう、ここ 3D やもん。これ、トカシも分かってます、これ 2D 人狼ですよ。え、あ、いや、やってますよ、 2D 人狼でしょ。いや、 2D 人狼って分かってるから、こうやって最後ここ飛び出してみたんやん。そう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 、局長、局地的に 3D にしようと思って。そうそうそう、でもあれやな、この名探偵であるこの工藤三一がさ、もう早期に死んだというのに迷宮入りせんでよかったと思う。いや、三一さん何もしてないじゃないですか。そう、なんなら名探偵が殺されることによって犯人が分かったみたいなとこあったから。確かに三一さんと使って言うと物証です、それ。あなたも人とやっていただきたいです。カジマ、なんでや。いや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 、後味悪いわこの映画。すいません、ちょっと開けてもらってもいいですかね、僕これ。どこにいるんですか。開けてもらっても。どこにいる。あ、そこか。